みんな聞いてやばい。すいません、遅くなって。ねえ、どうしよう。寝落ちしました。床で寝ちゃった。え、どういうこと？今なんか体痛いなと思って起きたら、昨日の夜配信後に秒で15分寝るぞっていう気持ちで寝たら5時8分でした。誰？寝てたでしょ。どういうこと？なんで？やばすぎる。ガチ寝起きでメイクも落としてないです。朝起きたら8分で、えっへっへっ、やばいやばいやばいって思って、入りました。公園大丈夫な、大丈夫大丈夫、公園は大丈夫です。でも、すいません、本当はね、7時ぐらいまでやろうと思って、6時に援護します。えい、えい、夜やりますから。昨日の配信終わりとビジュアルが終わって、本当にすいません、寝ちゃったよ。昨日配信後15分寝ますって言ったじゃないですか。寝てみたら、6時間半ぐらい寝てました。相当眠かったんだね。 なんかだって床で寝てたよ今。びっくりした。床で寝ててさ、寝落ちしてさ、起きないことなんてあんの？ないよね。よく起きたの。確かにアラームもセットしてなかったんですよ。 アラームもセットしてなくて、でなんかよくわかんないけどパッと来て見たんだよね。そしたら5時8分でも、え、5時8分か、え、ってなって今つけました。すいません、みんな5時に起きてくれたのにノイピが寝坊しちゃって、本当にごめんなさい。普通に熟睡。いや、ガチ熟睡。全然なんか体痛いとかない。なんで？座布団1枚だけ敷いてて、その上で寝てたんで。化粧落として寝た家。うん。やばいよね。イベントだったらアウトだった。確かに、本当にそう。今起きたばっかなんです、すいません。まだ5分しか経ってないからね、起きて。 マジか。どうですか、寝起きのエピ。メイクもしてるけど。 でもよかった、ベッドでなくてね。汚れるところだった、床でよかった。無理しないで、わわ、全然全然。ごめんなさい、本当にありがとう。なんか今イベントでやってないですね。でもなんか、私なんで最近朝やってるのかっていうと、夜だと疲れちゃってるんですよね。そうだから朝の方がハキハキ最近喋れるから、朝やるようにしてるんですよ、リハ前に。そうじゃないと疲れちゃってるから。
そう。布団でも床でもお風呂入ってないのに一緒なんで大丈夫だ。いや、マジで痛いとこつかんといて。一回も触れてないよね、本当に。色から見た目変わってないと言ってるけど、お風呂入ってないとはマジで一回も伝わってないのよね。多分。朝強いの羨ましい。確かに。夜より朝の方が強いですね。だって起きれちゃったのも、アラームセットしないで5時に 朝というか、なんで5時なのか、確かに、なんで5時なんだろう。でも1回寝れるんですよね、5時にやったら。それがでかいかも。今日山ここ行かせてもらいます。山ここか。もうダメだ。山ここ前にね、リハがあるんですよ。でもね、その曲も覚えなきゃいけないし、やば。15分寝るって言った時に、そのリハっていうか、覚えなきゃいけない曲の動画見ながら、寝ました。マジで。そうだ、今日山ここもありますね。わ、楽しみ。ヤヒの生誕だ。そうだそうだそうだ。すいません、寝起きだからちょっと頭働いてなくて。今日は NGT ホワイトデースペシャルデーです。あ、そっか、確かになんかスタッフさんから来てたかな。ちょっと見てみます。みんな今ここ見てくれますか？友達が5時起きチャレンジしてて、や、はや、ちょっと流行ってるっぽい。マジで？あ、え、お化けありがとう。かわいい。5時嬉しいよ、仕事前に確実に。ね、いつも喜んでくれるよね。でもなんか全然コメントしないよね、よく。よく喜んでくれるのに。おかしい。やばいよ、マジで。うん。ブルーベリー、なんかさ、ブルーベリーね。てかちょっと待って。もうさ、今回のフューチャービーのさ、アイコンみたいな。ちょっと待って、ダサすぎない？ かわいい。逆になんか愛嬌ある。やばい。えひが昨日の夜ずっと緊張と不安の中配信してた。なんか発表があんのかな。ラムダすぐに起きるけど、人に起こされると何しちゃいます？おい、すいません、寝起きなんです。ごめんなさい、本当に。劇場行きます。やった、楽しみ。今ここ楽しんでください、ぜひ。ゲッチュ。寝てたら起こして。いや、本当にそう。よかった、マジで。7時とかに起きなくてよかった、本当に。本当によかった。さ、秋って感じのアバターですね。確かに。もう明るくなってきてる。ん？どこに住んでますか？ もう全然明るくないよ、まだ。最近全然寝れないんですけど、どうしたらいいんです。いや、私鬼寝れちゃうのよね。マジ悩んでる。最近もうどこでも寝れる、本当に。
でもなんか体調管理私うまくなったんですよ。ちょっと自分で言うんですけど。あ、俺のあるさんのアイコンが変わった。アバター。そう、うまくなったんですよね。だからめっちゃ最近毎日マジ疲れてるはずな、リハとかやったりとかして。でもバリ元気。ダサ、今のなんかバリ元気ってダサ。でもバリ元気です。バリ元気って鬼ダサいね。びっくりしちゃった自分で。出てきた言葉にビビっちゃった今。授業だとすぐ寝れるんですけど、夜は寝れない。授業寝なきゃ夜寝れるよ。私も一回マジで悩んだことある。いやね、私は結構割とどこでも寝れるタイプだけど、授業中ってマジでやることないんだよな。ガチで。寝ちゃうのよね。本当に。分かる、先生の話聞かなきゃいけないの分かるのに、なんか寝ちゃうんだよね。あ、やること勉強だった。いや、授業聞いてよ。ね、今考えると悪いなって、世界史の先生に本当に悪いなって思うよね。めっちゃ優しくていい先生だったんだよね。すごい応援してくれててさ、それでめっちゃニコニコしながら世界史の話をするの。だけどもう授業でもう大半が寝てんのよね。なんかでも楽しそうなの、すごい。本当に楽しそうなんですよ、世界史の話をしてる時。で、優しくて「山田さん、ちょっと唇がなんかこう言ってなってて、山田さん」って、それがマジ可愛くて大好きだったんですけど、学校やなんか変わったらしくて、もう連絡先も知らないし、マジで会えない。多分会議中は考えるふりをしながら寝る。わかる。昼間寝ないでどうやって生きるのってね、思うよね。映画館なんかでうとうとすることあります。あ、私ね、人生で初めて映画で寝たのはコナンです。分かっちゃった、ね、見て、最初ね、15分か20分ぐらいね、絶対犯人らしき人出てくるんですよ。それで見てて、いやもうこの人やんって思って、で寝て、起きて残りラスト15分ぐらいの時に起きて、何が悪いだよみたいなのをこの人やんって思った人が言ってて、みたいな。ね、当たったんですけど、みたいになった。それ気まずかった。コナンと気まずかった。名探偵より早かった、私の。仕返しの授業は睡眠時間です。 ガチでそう。待って、仕返しの授業は睡眠時間ってわかる、マジ。まあ自分も寝てつまらん授業。 大好きな先生の授業で飛んで。 いや、ガチ大好きだったのにさ、マジで爆睡してさ、一回口開けて、お、マジで爆睡してた。そしたら、コンコンコンって、いつもね、机をやられるんですよ。触れないからね、男性の先生だから。やるんですよ。でもその、トントントンの手が伸びた瞬間に、パッて 起きて、私がだから、こうやって寝てるわけ。で、トントントンの手が来たと思ったら、起きて、口と目ががん開きの顔で 目が合って数秒止まっちゃったことある。 大
体育祭のバンド発表会みたいな時に寝てました。だから、で卒業式寝ちゃったんですよね。 卒業式寝ちゃってさ、そうなんかみんな立つじゃん、卒業生起立みたいな、ちょって立つ、一回寝ちゃってマジでこうやって、あ、こうか、こうで卒業生在校生起立みたいな、バーってなって、マジ爆睡爆睡、隣の子にみたいな、いやマジ疲れてたんだよね多分、じゃあそんなことしないもん。余計に映画見に行ったら気づいたらエンドロールだった。 エンドラール、待って、めっちゃわかる、机と、だよね、大人になるとあんだけ勉強できる時って必要だったと思うんだけど、いや本当にそうなのよ、卒業式寝れんのガチあり。 マジで許して、マジで許してほしい。入学式から寝てみんな、入学式の方がありえんのよな、私からしたら。行事寝ちゃうよね。まあ、卒業式はね、寝ちゃってましたね、気づいたら。あとマジで、私高校本当にほとんど行けてなかったから、なんかね、校歌とかマジで知らなくて、で卒業式の校歌歌うじゃん、マジで知らなくて、その練習、当日の練習で2回ぐらいしか聞いてないんですよ、ガチで。でも知らないから、歌詞わかんないから、ラで歌いました。ラララララー、聞いたことあるところだけラで歌った。でさ、なめてるよね今考えると。本当に、なんで学校って寝ちゃうんですかね、高校の校歌から、マジでそう嫌だったんだよねこれ、何回も喋ったことある。もう指揮者やってそうなんよ。 やってそうっしょ、やばいよね、校歌の指揮者スカウトしてもらったんで、スカウトしてもらったんですよ。 小学校と中学校の校歌の歌詞をごちゃ混ぜに覚えてる、わかるわかるわかる、マジでわかる、マジでわかります。運動会を待ちきれない小学生のようかわいい、もうマジでさ、親に聞くよね。ね、なんで運動会終わっちゃったの？って聞かなかった？いやいや、急にお断りしてんかい。ごめんなさい。応援歌も覚えてる。あのさ、赤組と白組でさ、なんか歌、ハモるみたいなやつあるよね。あかあかかみたいなって、しろしろしろみたいな。 そういうのあったね、なんか赤潮組なあるよね。 私はコンクールの時なんとかだったから指揮者にされました。おお、なんだろう、私はなんか歩いてたら、音楽の、中学の時の音楽の先生が「山さん、校歌の指揮やってよ」「わかりました」「え？」みたいな、本当にこんな感じだった、「わかりました」「え？」なんで開始5時じゃなくて59分、あのね、非常に大きい声で言えないんですけども、非常に小さい声出していただきたいんですが、
寝坊しました、ごめんなさい。昨日寝落ちしました、寝坊しました、ごめんなさい。ふざけてるよね、もうそんなことある。え、運動会とかさ、だって合唱の時に音程が取れなかったから指揮者になったらしい。ちょもろいやん理由。私スカートされた廊下で、えってなった。何色までありましたか。私中学の時5クラスだったんですけど、赤、白、青、オレンジ、緑ですね。あれ？うん。黄色もなかった気がする。ない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 。そうですね。みんなは何でしたか？運動会楽しかった。わかるー。運動会大好きだった。寝落ちというか睡眠したよね。いや、マジでがっつり寝た。え、みんな運動会何色が多かったですか？赤、ピンク、白、黄色、青、緑。お、6組。黒組かっこよくて羨ましい。え、黒組はかっこいいわ。絶対黒組の団長、騎馬戦強いや。いや、ちょっとほんと、ド偏見だわ、すご。私ね、なんでも言えちゃうんですよね、ド偏見。赤、青、緑、黄色。あ、王道のね。え、そんな色あったの？だって。白、黒、青、緑、黄色。あ、同じじゃないね。オレンジ団っていうのがあったんですよ。オレンジだ。そう。でも私は小学校の頃は4クラスだったから赤、白、黄色、緑でしたけど、オレンジ団の時はね、あ、ないね、オレンジ団になったことない。あ、緑だ。私は緑団の団、あの副団してたんですけど、普段の時はね、優勝したんだっけな、確か。運動会大好きだから、2016年 AKB48 グループチーム対抗運動大運動会 MVP でし、え、私 MVP でしたっけ、私が MVP だっけ。黒軍とかあんの、墓踊り、そうだな、墓踊りそうだな。何それ墓って。赤団の副団。おお、私は、あ、みんなライバルですね。懐かしい。めっちゃ懐かしい。めっちゃ懐かしいね。ラグビーですやん。オールブラックスですやん。ですね。本当は団長だったけど、土日握手会行って出れないから副団にされました。理由が。あのね、副団の時にめっちゃ楽しかったのはね、あ、外は明るくなってきた。副団の時は何かな、全体的にめっちゃ楽しかったけど、そのなんだっけな、なんだ、あ、私ね、リレーで人抜いたんですよ。ガチすごない？こう、めっちゃ差開いてた。一番最初もう緑だ。4位からスタートです。5位中、4位からで、もうずーっとダメだったんだけど、私が、あのさ、1年の女子、男子、2年の女子、男子、3年の女子、男子っていうリレーだったんですよ。団体コリアね。私、3年の女子のクラスの代表だったから出たんですけど、そこで抜いたの。それで、1位、リレー、1位。リレーで人抜かすはマジでヒーローなのよな。
そうなのよ、私ヒーローだったんですよ、ガチで。マジすごない？なんか2人がこうやってなっててみたいな。でその時はねもうね3位に上がってたんだよね。そうそう、もう2位と3位が、あ、じゃあ1位と2位がパパパパって出てて、それ結構相手5メートルぐらいってなったら1位になりました。それでそのまま旅団の副団に渡して、あ、男女に渡して1位。中3の思い出ですね。私高校の時はねガチ聞いてほしい。高校の体育祭はなんかだから私高校デビューがしたくて、漫画とかでもさ高校から可愛くなるみたいな、わかりますか、高校デビューっていう漫画、それをめちゃくちゃ読んでたからめっちゃ憧れてたわけ。めっちゃ憧れてたわけ。それでもう高校に入ったら中学の時とかの記憶がないみたいな、よくわかんないんだけど、そういうキャラクターでやってたんですよ。なんかマジで覚えてないみたいな、それが私の中でブリッコだったんですよ。それで、そう高校デビューするために、なんか、どうだったっけみたいなのが私の中のブリッコですよ、その時の。本当にしょうもないんですけど、それで起きて、あ、起きてっていうか、おかしいか、普通に目覚めて、いや、おかしいか。それで体育祭とかも、私高校デビューだったからもう新しいこと全部するって決めてたんで、もうチア部、チア部だし体育委員もやんないし、学級委員もやらない、だから目立つ部活をやらずに、なんだっけな、美化委員みたいな、なんかもうほんと大っ嫌いな委員にしたんですよね、高校デビューで。しかもさ、かかり決めとか委員決めってさ、ほんと最初の方にするじゃないですか。だからもうほんと大っ嫌いなやつ、もうほんとにやりたくないけど、でもいいやと思ってやったんですよ。そうで、その学校の中で放送委員とかわかる。それで、あのチア部にも入ったし、チア部もマジでもう可愛いって言われるがためにお断りしてるんかい、うるさとか言うて、可愛いって言われるためだけにチア部にも入ったんですけど、そう、あ、みんなすいません、電話が来ちゃった。チア部羨ましい。チア部だったんですよ、可愛いって言われるためだけに。ごめんなさい、電話しちゃって、電話来ちゃいます。そう、それでそのてかちょっと待って、まだ5時42分で電話してくるってどういうこと。この前泊まりに行かせてもらった友達のおばあちゃんからした。どういうこと、マジでなんかあったのかな、切っちゃったけど、切っちゃったっていうか、なんかなくしちゃったけど。ねえ、B、おはようございます。おはようございます。あのね、それでね、なんか、なんだっけ、何を話そうとしてたっけ、高校の時、あ、そうや、忌憚だったんですよね。でもなんか、足速いとかも、なんかなりたくなくて、めっちゃ頑張ってる風に走って、でも、体育祭が近づいてきたらガチでやりたくなってきちゃうわけ、やっぱり。そう、それでそのもうガチでやりたくなっちゃって、ガチでやりたくなっちゃってって何で、なんだっけな、リレーやりたいみたいなこと言ったんだよね。あ、早く走るか分かんないけどリレーやりたいって。ガチやばいっしょそれ。それだったけど、リレー出てなんかさ、縮めたかなんかしてめっちゃ大活躍だったんですよ。確かそのリレーでもうなんか、あーみたいになったんだよね。それなんかもうその時には隠しきれてなかったから、イエーイみたいな。体育祭までもうほんと1ヶ月ぐらいしかないじゃん普通に。
もう体育祭までさ1ヶ月くらいしかないじゃないですか、普通にやるまで。だけどその前までもうほんと1週間ぐらいまでなんか「おはようございます」みたいな「よろしくお願いします」みたいな、結構もうほんとにやってたのに やってたのに 体育祭に近づいてくるんですよ、よっしゃやってやるぜみたいな感じになっちゃって もう自分で押さなきゃ押さなきゃって思ってたのに、もうそんな出ちゃってて、でも体育祭の時「イエーイ!」みんなも大好きなんだけど、マジすごいやばいよねみたいな、そういう なっちゃってバレて、体育祭が終わったからめっちゃ友達増えた そう、本当はもう本当にないんだけどね、そんなことないんだけど、ちょっと覚えてないかなっていうキャラだったんですよ。なんかプリントあげるときも、なんかこうやって、こうやって落としなくて。やばくない? 今思うとずっと笑えるんですけど、マジで、ガチだったんだよ、当時は。なんかもう、プリントとかさ、渡すじゃん。これがプリント出すじゃん。普通さ、はい、みたいな感じだけども。で、渡しました。はい。みたいな。ガチやばい。最初のキャラあんまりよく思われてない。ガチぶり、まあ、歩くとみ。これはさすがに嘘だけど そう、でもその体育祭で、マジでやばいやつっていうのがバレて、それからはもうね、類友よ。友達もうるさい子になったし、でそのうるさい子と、もうなんか結構、まあ、あまり大きい口で言えない、大きい声で言えないような、廊下での騒ぎ方だったりしてたし こうやって渡してたんだよね 猫かぶるとかそういう次元じゃない、いやマジでそうなのよ ほんまに大げさにしゃべり、確かに。でも本当にこうだった。プリント。で、先生に話聞いた時も「先生」みたいな。やばいね、今考えると。おじいちゃんだったのにさ、みんなが見てると思っても「先生みたいな。ガチやばい。本当信じらんない。それであの顔ですよ。みんな覚えてる、初期の。初期は私マジキラキラだったと思うんですけど。キラキラだったと思うんですけど、キラキラだったと思うんですけど、もうガリガリで、細くて。そう、もう子供みたいな感じで。それだけど、もうね、普通に生きちゃった。体育祭が終わったから、ガチ普通に生きちゃったら、めっちゃ友達増えて、なんか購買みんなが、学年でさ、3年生がやっぱ購買行ったらさ、どうぞどうぞってなるじゃん、1年からしたら。それで、だから1年ってあんま買えないんだよね。だから先輩より先に行かないといけない。だけど1年って購買から一番遠くて、高校のなんか学校のクラスの場所が。そう、それでもう授業が終わった瞬間、走って買いに行かなきゃいけないんですよ。それだけど、なんかみんな購買でアイス買ってきたり、パン買ってきたりして、もうだからそういうさ、もう私みたいなやつらだから、なんかもう「いやー、みんな食べようぜー」みたいな、もう人が多いわけ。それでもう一緒に 私が行った時はみんなの分買ってくしみたいな。だから毎回アイスとか食べてて、毎日のように。そう、それがめっちゃ楽しかったんですけど、今考えたらもっと早くそれやっていけばもっと楽しかったのにって思います、高校の時は。でももう NGT になって高校生活はもう本当にもう不愛想、もうおはようございますみたいな、もう笑えないの。もうね、仕事で笑いすぎて、もう無なの。もう眠いがかかっちゃって、もう新潟の高校では本当におはようございますみたいな。でもね、やっぱ球技会とかではガチで大騒ぎでしたね、私は。私球技会とかそういうの大好きじゃないですか 戦う系駅伝とかです。わあ、中学の時、駅伝とか大好きだったわ。みんな駅伝行ってた?駅伝大好きだった。なんでかって言うと、授業サボれるから。購買のパンね、チーズのやつすぐ売り切れるからめっちゃ出して。私はね、プリン、焼きプリンがすぐ売り切れちゃうんだよね。あと、ハーゲンダッツ。そう、でもさ、高校のいいところってさ、もうさ、廊下とかに自販があってさ、買えることじゃない。
そうそう、自販で買ってパックのゴゴティーとかめっちゃ飲んでた。懐かしい。夏のアイスパンすぐ売り切れて、絶対売り切れるよね、それ。でも、美味しいもん、絶対。先週だけど22歳産んだ。ありがとうございます。駅伝なかったの？駅伝、マジで。駅伝、やってたよ。なんか、学校代表みたいなやつ。そう、地区の。で、私、体格も大きくなくて、で、なんか、練習もちゃんとやってなくて、なんか、2軍のチームだったんですよね。2軍のチーム。1軍のチーム。はもうなんか5人決まっちゃってて、それでだから上から行ってた、だから7番目だった。あの2軍の2区だったんですけど、あの本番だったのガチになっちゃうタイプだからさ、ね、ガチやったらなんかその中学の学校の10人出るんですけど、10人の中で2番だったんですよ、タイムが。それで次の年はなんかもう1軍に入れてもらったのね、入れてもらったのよ、2年目、あ、2年生の時に1軍のチームにやっと入れたんですよ。そしたらなんでか分かんないんだよ、なんかこれマジで、これほんと先生に怒ってたんだけど、私が悪いんだけどね、どう考えても。なんか知んないけど途中までマスクして走ってたんですよね、私。やばくない？ちょっと待ってみたいな。信じられる？信じられますか？私途中までマスクして走ってたんですよ、駅伝。なんで？あ、音割れ、ごめんなさい。駅伝あった、駅伝ありました。なんか学年てか学校で早い人たちの駅伝行こうみたいなやつ。マジでなんでだ、ね、でも本当にさ、しかも先生も何も言ってくれなかったの。それやばくない？マイクを遠ざけてください。はい、かしこまりました。そう、やばくない？駅伝の時にマスクしてたって。結構私マジずっと怒ってたんですね。まあ普通に自分が悪いんですけど、どう考えても自分が悪いんです。いや、ガチ酸欠、本当に酸欠。やばくないですか？そう、それで、でもだからね、一人ぐらいしか抜けなかったんです、駅伝の時。でもね、私鼻の肉だったんで、ずっと、はいはい、自慢タイム入ります。私は駅伝の鼻の肉だったんで、めっちゃ好きだったね、駅伝。走る、長距離好きだったから。ラストにマスク投げ捨てて。いやいや、なんかね、途中でママが応援しに来てて、なんでマスクしてんのって言って、え？ほんまやんってなって、撮った。やばくない？ね、本当にやばくない？これ、嘘っぽいっしょ。マジなのよ。これ、なんで誰も言ってくれなかったのか、そしてなんで自分でも気づかなかったのかがわかんないんですけど。鼻の肉？あ、鼻の肉。あ、え、そういう意味だったの？鼻の肉って、鼻の肉って意味だったの？そう、ななこさんとガチトークでき、いや、できないよ、できない、できない、できないです、できないです。走るターンと解説ターンみたいな。マジで懐かしい。でもさ、駅伝の練習ってさ、マスクしながら走るんですよね。そうすると倍疲れるから、なんか体力上がるみたいな。で、私もマスクして、私はね、なんか二重にしろって言って二重でマスクして走ってたんですけど、だから一枚じゃ気づかなかったので。だとしてもやばいよね、本当に。頭抱えちゃうわ。頭抱えちゃってました。なあ、ちょっともう今はできないかな。でも運動会したい。どんだけストイックなんですか、わかる？じゃあやれって言われてんのよ、先生に。ノエやんなって。でもさ、中学の頃の先生とかってさ、すごい私のこと可愛がってくださっててさ、この前も LINE してくれたりしたんですけど、なんか私って本当にうるさかったみたいで、マジでうるさかったと思うんだよね、多分だけど。いや、てかうるさいじゃん、どう考えても。中学のノエピなんてもっと。だからなんかすごい今となっては楽しかったなって思います。もう本当に楽しかったよね。あ、卒アル今度見よう、一緒に。卒アル見てみましょう。なんか一回見たことあるよね、卒アル。でしょうね、すぎる。可愛がられてそうだもんな。え、嬉しい。でマジでそう、体育の先生は大体好きだよね、ノイピのこと。
元気だし運動好きだし体育の先生は大体ノイピーのことが好きだと思う。でも逆に国語の先生とか日本史の先生はめっちゃ嫌いだと思う、私のこと。だってできないんだよ。数学とかも大嫌いだったし、大嫌いだった。今日卒アル振り返ってました。え、卒アルってね、時々見ていくなるんだけど、卒アルマジでどこにあるか分かんないんだよね。実家かな。今度ちょっともらってきます、もらってきます。で、私今日ちょっと7時、あ、6時までの配信になります。本当すいません、皆さん、あと6分ぐらいで終わっちゃいたいと思います。もう本当にごめんなさい。バスケの日本も着てる卒ある写真見た記憶がある。あー懐かしい。それ卒あるじゃないよ、中、あ、小3の思い出写真みたいな、なんか謎の写真だよ。このメンバーや保護者から耳が痛いですってクレームが来たのかも。え、何、どういうこと。運動するのは好きなんですけど、運動なんとかすぎて席悪かった。なんだろう、この弾かれてる部分が気になるのよな。卒アル見たくないのは陰キャだから。うーん、卒アル見たくないのは陰キャじゃない。普通にでもさ、卒アルって意外と映ってないもんね。私もあんまり映ってないから。今月末会えるの楽しみすぎ。嬉しい。コンサート皆さんお待ちしてます。みんなどっちも当たったかな。キャン待ちの人もどうでしたか。まだ結果出てないのか。マジで会いに来てほしいですね、みんなに。本当にみんなに会いに来てほしい。今日は NGT の日なのにノイピーしかやってないじゃん。まあ朝からだからみんな自由にさせてあげてください。ソサルの部活の写真撮るときにユニフォーム家に忘れてダッシュで撮りに行って一人だけ汗だくだったの無理。ソサルの部活の写真、ソサルの部活の写真、あ、なんかそんなのあったっけ。とりあえず単コン当たった、よし。単独コンサートマジ来てほしいですね。荻野の卒業コンサートもマジで来てほしいけど、どっちも来てほしいわ、ごめんなさい。どっちも来てほしいです。もう一度応募しました。もう一度走ろうか、胸が熱くたぎた。特別指定席当たった、当たらないかと思ってた。キッキッキッ。ねえ、あれね、当たる人と当たらない人いますよね。めっちゃ当たり前なこと言っちゃって、悔しい。前のめり、前のめりに生きよう。なんかあっという間でしたね。私5時8分に起きてからまだ1時間も経ってないんですけど、皆さんのおかげですごく楽しかったです。本当に寝坊してしまってすいませんでした。そして昨日と全く変わらないビジュアルで申し訳ございません。マジでもうすぐ入るわ。6時に配信切ったとしたら6時1分にはもうお風呂に入ってたいです。マジでもういち早く洗いたい。本当に皆さんすいません、遊びに来てありがとうございます。あっという間、あっという間。そしておやすみなさい。いや私はもうね、やばいよ、準備もしなきゃいけないし、マジでやることいっぱいある。掃除、洗濯もしなきゃいけないでしょ。マジでやることいっぱい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 あるよ。ノイピー朝配信楽しくて好きです。嘘、朝5時からみんな楽しい、眠くない、大丈夫でした。ありがとうございました。本当に皆さん、本当に今日も頑張ろう、マジで頑張ろうね。今日皆さん、夜はヤヒの生誕祭があるので絶対必ず見てください。なんでノイピが必ず見てくださいというのか、その理由もしっかり考えた上で見てください。わかりましたか。うん、わかりましたか。山ここしか、ちなみに山ここ見に来てくれるよって方はどれぐらいいますか。どれぐらいいます。ノイピは楽しい、嬉しい、こうやって嬉しい。山ここ見るよって方、今日は入るよって、行くよ、お、見ます行くよの方一人かな今日は。はい、じゃあありがとうございます。一人の方と楽しんでいきたいと思います。で、公演自体は DMM で皆さんご覧ください。絶対見てね、よろしくお願いします。ちなみになんですけど、今日の髪型何がいいと思いますか。
ノイピー的には、ノイピー的には、まさかの発表ある？いや、ないと思います。ないでしょ、てか。ポニテ。確かに。ヤヒの髪型見てから決めなきゃいけなかったから、ちょっと今日決められなかったです。ごめんなさい。マジで。ヤヒの髪型見て、うちらがどういう感じにするか決めたいと思います。ということで、皆さん、ありがとうございました。今の髪型でええよ。マジで。風呂入ってないけど大丈夫そう？気まずい、気まずい。画面と気まずいわ。もう。ドラケンの髪型、任せろください。最近ハマってるんですよね。任せろくださいとか。だから、みんな使ってください。任せろくださいとか。また言っちゃった。ということで、ありがとうございました。また私たち、公演の合間とかね、リハが終わった時とかやると思うので、ゲリラになっちゃうとは思うけど、みんなぜひ公演見てくれると嬉しいなと思います。みんなありがとう。おやすみね。みんなおやすみ。みんなは寝て。ということで、ありがとうございました。バイバイバイ。